はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで TSK さんからご依頼です。はい、フラックスを一つですね。よいしょ。まあ、このお値段ぐらいだったら全然と思います。結構、なんだろうな、面白いというか、管理されてるというか、よいしょ。まあ、人気出た時に、改めて見直されると、結構、ジャンプ力すごいんじゃないかなと思いますね。なんか、まあ、ルーキーカードも、まあ、箱で5枚ぐらいしか出ないし、ただシリアルはなんか99ぐらいのが箱にだいたい1枚は入ってるようなイメージですね。あとは謎の横型のインサートがどういうレアなのかちょっと分かんないですけど、はい、マグホこうかタイタンかな。お、ハリバートン。お、いいっすね。はい、ハリバートンのタイタン。これもいっぱいいますからね。ベテランもいますから。全然いいと思いますよ。番号、7番か。うん。はい。全然 OK ですね。はい。じゃあまあ、10パックなんでね、全部パック切ってから、カードチェックします。はい、じゃあいきます。あ、ひっくり返ってる。いきなり34、いきなり34当ててしまいました。どうでしょうか。誰だ、ブライアント君。あ、ブライアント君だ。はい、トーマス・ブライアント、ウィザーズ。はい、元気ですか。はい、ちょっとわかりませんけど。で、ルーニーがシルバーですね。で、ロジャー。なんかさ、最後の5番目にルーキーが入ってることが多いっぽいんですけど、2パック1ぐらいのイメージ。八村君だ。アカパラ、レイカーズ。レブロン。おお、はい。アカレブロン。シリアルないんですけど、箱1ですから。うん。赤箱1です。シルバーは2、3、3枚ぐらい出るかな。で、これルーキーです。これがまあなんか2パック1ぐらいかなってイメージです。箱を開けても5枚ぐらいな感じです。で、これがインサートの光物なんですけど、箱1。3種類か4種類ぐらいなんかあるんですけど、箱1ですから。キュッキュッ。はい。その中で箱1で光るだけ。はい。デニム。だから、まあ普通のプリズムシルバーより、この赤のレブロンのがめっちゃ出ないですよ。赤箱1ですから。250何人 ?250? かな?めっちゃ出ないですよ。250パック1です。普通に考えて。はい。あ、光ってるね。ベースカードのパラレル。枠黒いな。おっつる。あ、なんだこれ。はい。ね、ちょっとこう、なんだろうな。焦がしてる。フライパン店長、昨日焦がしちゃったんですけど。怒られました。はい、49シリだ。あ、おつるくんのジャージナンバーですね。はい、10番。何パラってんだろうね、これ。一瞬ゴールドかなと思ったけど、なんか。うん。よいしょ。またパラレル来てますね。ラッセル?ウエストブルック。あ、今度パープルの焦がし。
さっきはこれはゴールドなのかな、オレンジなのかな、オレンジ焦がしで、こっちパープル焦がしですね。あ、25尻だ。パープルのが少ないんだ。ほー、ウエストブルック、結構シリアルもね出るんでね。サディックベイルーキー、まあ初めての製品だからそんなに増産はしないで、こう結構楽しめる系にしたんじゃないかなって気はしますけどね。でシルバーサンダー、あ、シャイ君ですね。はい、ウィルバート。あ、横型のインサート、これがまあ一つの売りになってますけど、なんか段階がね、サボニスか、はい、段階がね5種類ぐらいあるんです。これ一番下のやつなんですよね。一番上のがまだ見たことないんですけど、一番下のやつがあのちょっとあの奥さんっぽいような、これ富士山っぽくないっていうね。はい、まあいいんですよ、あれは半径切れちゃってるんで。もう、はい、ローリーコピペさえしなければはい、通常のインサート、エンビードね、こういうインサートもあるんですよ、いろいろで。箱一に光物があるんです、インサート。ださっきのね、全然いいですよ、結局でも全然いいですよ。これも通常のインサートですもん。アイザヤ・シュワート、ほら、いるでしょね。うん、店長は好きですけどあ、ほらほら、ね、言ったら出てきた。はい、で最後、あ、またインサートだ、通常の。はい、オビトッピン、あ、結構人数いるんですよ。多分30人ずつぐらいはいるんじゃないかな、2、30ぐらいは。カンパッチョ、はい、カンパッチョやばいっすね。はい、いい選手。はい、ということで、まあハリバートンのこのマグフォー枠もいいですし、で箱一の赤でレブロンが光る。100人セット、いやいやいや、 150? いやいや、250です。250分の1です。でシリアルは、はい、オレンジ焦がしとパープル焦がしでしたね。ネギ増し増しでお願いしますね。はい、店長ダメなんですよ、あの系ダメなんです、ウェップになっちゃうんでよいしょ。はい、で、あとはちょっとルーキーの光物は出なかったっすけど、まあどうかな、そうっすね、うん、こんなもんかな。はい、まあ、とりあえずサインはなんか半分おまけみたいなもんですけどね。今の製品ってこういう方に力入れていただいた方がいいですもんね、面白いですからね。はい、25シリ、49シリでレブロンの赤、箱1でレブロン、うん、っていう感じです。でこれが箱1に出てきてどれを積もるかなというパラレルだそうです、多分。はい、という感じでした、ね、で梱包して明日発送となりますので、結構まあ面白いですよ。3万円切ってこれだったら全然ありだと思います。はい、じゃあ参加をします。1、2、3。おお、3の3カードですね。店長はもういいんですはい、じゃあ一つねお付けします。はい、明日発送となりますのでお受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。